お疲れ様です。こんにちは、ありがとう。2月ラスト、そうですね。まだちょっと明るいっていうか、まあ日が落ちてきてるけどもね、まだギリこんにちはっていう。MJ さんありがとう。前人未到、ああ難しそう。確かに2月お疲れ。あ、北ピグさんありがとう。双眼鏡様ありがとう。こんにちは。今日はお仕事朝からしてきたんですけど、 EX 大衆さんのなんか取材、連載のやつの、たまにメンバーとかが出てるやつかな。ね、まあ一人の取材だったんですけど、そう、いやー いやー、あっという間な時間でしたね。内容がさ、やっぱ私の大好きなものだったので、あっという間だった。趣味について語るやつ、そうですね、わたるさんありがとう。そうです、そうです、趣味について語る企画のやつか、それだったんですけど、私は一人だったんですけど、その後はいおりとクリーナーがいて、そう別だったんですけど、そうめちゃめちゃ語っちゃいましたね。そう 幸せな企画内容だったな。やっせんぼさんありがとう。バンタクさんありがとう。趣味を語るやつでしたね。よかった。まあちょっといつのやつなのかわかんないので、詳細が来ましたらぜひチェックしてほしいなと思っております。ありがとう、バンタクさんありがとう。でその後はちょっと一人でボイトレして、そう自主練、ボイトレ、ボイス自主練 してその後は、そうさっき帰ってきたんですけど、歯医者にで、そうご飯食べたいんだけど食べれないから、ちょっと時間空けなきゃいけないから、そうショールームしようと思って しました。紙面スペース足りないのよ。そうだよね。いや、そうちょっと時間をね、ちゃんと使えてますね。そうでも明日からん日間くらいは東京泊なので、ちょっと忙しいなって感じです。その後はコンサートリハもあって、ちょっとやらなきゃいけないことばっかりで、ちょっと焦っておりますね。やばい。国生さんありがとう。歯医者っていうかホワイトニングなんですけど、何ヶ月か前からね、そうずっと通ってるんですけど、そうちょっと時間が空いた後にどんどん効果がね見えてくるし、すごい頑張って通ってます。北ピグさんありがとう。
高校の卒業式は、え、明日なんですね。あ、そっか、3月か、明日。そっか、早いね、卒業式シーズンだ。卒業式終わったらもう春休みよね。だからみんな遊ぶよね。早っ、なんか卒業式シーズンとは思えない。なんか学校行ってないと分かんないわ、やっぱ感覚というか、その卒業式、学生の頃だったらさ、あともうちょっとで卒業式だねとかなるけどさ、大人からしたら、もうそんな時期って感じ。葵ちゃんさん、ありがとう。あ、あゆちゃんもありがとう。あゆちゃんばさん、なんかん箱なんかありがとう。仕事、あ、頑張って皆さん。ちょっとまだね、お仕事中の方多いんですけど。バンタクさん、あゆちゃんありがとう。あおいちゃんもありがとう。今日で2月が終わりっていう、28までってなんか短く感じるね、やっぱり。で、フリー忘れない、忘れそうだよねって思うけど。なおさん、たーくんさん、ありがとう。でもまあちょっとね、時々踊って忘れないようにしないとなって感じです。ゆきひろさん、ありがとう。覚えなきゃいけないよ。コンサートのやつがな、昼夜あるからさ、ライブがね、ちょっと忙しいですね、リハがね。え、2月29日はウルード氏生まれ、ポチャッコなんだって。ポチャッコウルード氏生まれなんだ、すごっ。ポチャッコ明日なんだ。明日、ええ、ウルード氏っていつ、いつっていうか、ウルード氏生まれの方ってどうなるの、周りにいないな。村長ラブやっほー、ちょっと早め。4の倍数、あ、そうなんだ。来年か。大丸さん、ありがとう。じゃ、いつもだったら 28?にお祝いとかしてんのかな、やっぱ。じゃあそういう方って、不思議じゃない、ウルード氏生まれだよ、不思議だよ、どうすんだろうっていつも思ってたわ。そういえば、ね、来年なんだ。20歳になっても5歳やん確かに。いや本当にね、年取んないならめっちゃいいよね。めちゃくちゃ羨ましいよ、それだったら。いや、おかしいけどね5歳はおかしいけどな。サバ読みすぎちゃっても、通用しないやつだよ。こんばんは、こんばんはじゃないか、こんにちは。
花粉症ね大丈夫ですね今んとこね。なんか毎年ね記憶ないんだよね、花粉症の花粉症なってたっけみたいな。なんかでも毎年なんか若干目かゆくなったりグズグズ鼻とかしてるかもなーみたいな感じ。なんだかんだそう。でもまだね薬はね一度も飲んでないんですよ今年はね。葵ちゃんさんありがとう。タータンさんありがとうございます。おしゃれなマスク、そんなのあんの。同じレベルでなんかこれ何が28に年取るようにしてる。あ、そうなんだ。でもそれ以外ないよ、それ以外ないよね。こんにちは。うん、お腹が空いた、お腹が空いちゃったよ。今日まだ何も食べてないんだよね。でも歯医者の前に食べとけばよかったって思ったけど、食べるタイミングを逃してしまったよ。万徳さんありがとう。夜ご飯何食べますか。夜ご飯は野菜炒めとあとお味噌汁となんかなんかお尻気も増えていく、そういうものだね。大きなイベント、いやなんか総選挙がどうちゃらとか言われてるけどないと思うけどな私わかんないけどないと思うっていうかないであってほしいよねって。いや私も経験したことないからあれだけど、なんかね、まあでも会社がね違うから、もう他のグループさんみんなさ AKS じゃないからなかなか同じ一緒にお仕事する機会はないんですよねやっぱり。だから大丈夫だと思うけどね。ね、賛成派の人あんま少ないと思いますよ。タータンさんありがとう。ホズイベント第3どうなのかな、ね、私もお腹空いてる、耐えてる今すごく耐えてるよ。
この時間に本当は食べたいぐらい、もうお腹空いてる。さすがに今日何も食していないと。え、まだでも食べないよね、みんな。割と遅めな人多いよね、割かし。あ、38。財力？あ、避ける財力。いや、だからもう総選挙とか賛成派の人はもうあれなんだよ、あれあれ、大富豪の人しかいない。でそういうさ、合同ライブとかしたいよね。ちゃんとくさん、ダミーさん、ありがとう。そういうのだったらいいんだけどね。焼肉、4時起き、あ、そっか。ピザ、お昼だったらいいんじゃない。あいちーちゃん最近勢いすごいね。遠い存在になる時も近いかな。あのね、大丈夫ですみんなのそばにいます。大丈夫大丈夫、遠い存在にならんから。あの、ならんっていうか、そのいつも、あの親近感が取り柄でもありますから、きっと大丈夫よ。あいつ一日、そうだよね、当たりくじじゃない、宝くじ頼む。ちゃんとくさん、ありがとう。こんにちは。そう、市村親近感。これ何なんだろう、これ何聞き覚えのある感じ、何なのこれは。国城さん、ありがとう。それを学校にいそうな子だもん私。学年に一人くらいいそうな子だもん。そう、クラスとかにいそうな子です。あおいちゃんさん、ありがとう。48ってでもそういう子多いよね、なんかクラスの子みたいな感じで。2回目の写真集いつあるの。私1回目もまだだよ誰と間違えてるんだ。仕事戻ります、頑張れ。亀さん、かわいい、ありがとう。勢いに手応え、感じてないよ、感じてないっていうか、なんか別にだよ、全然実感がない。そんな言われても別にまだまだだなって感じです。こんにちは。内村親近感、何なんだろう、何で聞き覚えなんだこれは。ほどけないように固く踏んじゃっても離さないから。完売王って噂ないないない完売王なんて噂ないんですが、どこから私に何も伝わってきないよ、それ知らないよ。聞き覚えのある日だよね、市村親近感、芸名みたいな、少年探偵団みたいなどうも市村親近感です。可愛さはないけどな、まあ。え、いいね、10日
じるくらいステップアップしてくれるのも嬉しいね。そうだよね。いや、遠い存在になるくらいもっと頑張りたいじゃん。でも遠い存在っていうのは難しいね。あの、大きい存在になる、なりたい。私は遠いというか大きい存在になりたい。遠くはないよ。だから遠くはならないよ。一人取材、一人取材、多分そう、なんかいろんなメンバーとかが多分定期的にしてる企画のやつで、そう、今回コウトキさん、ありがとう。劇場版の完売がすごい時、いや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 、葵ちゃんさん、ありがとう。すごいっていうか、まあでもみんながたくさん来てくださるからじゃないかな。撮ってくださってるおかげだよね、本当に。こう、あの、本当私のこと応援してくれてる一人の方が来ようとしてくれてるからかな。目を合わせてください。世界は似合わんよ、私は。